エリック・ケンシンキとは、アメリカ陸軍の軍人で、元陸軍参謀総長。バラク・オバマ政権1期目と2期目で7代目アメリカ、合衆国体役軍人長官を務めた。ハワイ州出身の日系アメリカ人3世であり、日系アメリカ人としては、ビル・クリントンとジョージ・ W ・ブッシュ政権で、商務長官、運輸長官を務めた、ノーマン・ミネタに次ぐ2人目の閣僚。 真珠湾攻撃の翌年の1942年11月28日、ハワイ準州のカウアイ島で生まれた、祖父の第二、広島県広島市エヴから移住してきた、日系三世である。両祖父母とも、広島出身で、プロゴルファーのデビット・イシーはイトコであり、ユーアーズの会長、ネイシー・ヨシカズはハトコにあたる。叔父が、第二次世界大戦に、アメリカ陸軍兵として従軍しており、 その影響で彼も軍人を志すようになった。1965年にアメリカ合衆国の陸軍士官学校を卒業、ベトナム戦争では実戦に参加し、地雷を踏んで右足の半分を失う負傷を経験している。ヨーロッパには10年以上駐在し、1994年3月から1995年1月までテキサス州に司令部を置く。 第一騎兵士団の師団長を務めた。1996年7月、陸軍中将に昇進して、作戦、計画担当の参謀次長になってから、短期間に陸軍上層部で急速に昇進した。1997年には、陸軍大将に昇進した後、在欧アメリカ陸軍司令官を経て1998年11月24日、 第28大陸軍副参謀総長に就任した。1999年6月22日に第34大陸軍参謀総長として陸軍制服組トップに上り詰める。同日にフォートマイヤー基地で就任式典が行われた。アメリカ軍で参謀総長や統合軍の司令官など対象級ポストに就任するためには、まず上院軍事委員会において、 適正を審査され、さらには上院本会議において議員の賛成多数を得ることが必要であるが、この時は日系人で同じハワイ州出身のダニエル・イノウエ上院議員が取りまとめ、全会一致で承認されている。1999年10月、アウサでの演説にて、より地域紛争や対テロ戦争に適した気候部隊と警府標部隊の中間にあたる装甲車を主装備とした。 攻撃力と機動力とに優れた部隊の構想を発表、ストライカー装甲車を主装備とする、ストライカー旅団が誕生する契機となった。2001年、それまで特殊技能部隊将兵のシンボルだった、ベレー帽を一般部隊にも導入させた。ただしこれは不評で、2011年の再改定で、従来のパトロールキャップに戻された。陸軍参謀総長として出席した。 上院軍事委員会の公聴会で、イラク戦争における運用兵力の規模をめぐって、イラクの戦後処理には、数十万人の米軍部隊が必要との見解を述べ、少数精鋭論を唱えた、ラムズフェルド国防長官らと対立する。このため親戚はラムズフェルドにより退任、退役に追い込まれた。この退任をめぐって、アメリカのマスコミの一部には、 ラムズフェルドによる人種差別、偏見による解任であるとの報道も参見された。また、通常であれば対象クラスの行為の軍人については、退任、退役式典が模様され、その式典に国防長官が出席することが慣例であるが、ラムズフェルド本人は親戚の退任、退役式典を欠席、さらには国防長官欠席時には代理を務めることが、 一般的なはずのポール・ウォルフォウィッツ国防副長官も出席しないなど最後まで異例の比例とも言える扱いを取った。政権内では結局ラムズフェルドらの意見が通ったがイラク戦争は占領後にその計画の不備を露呈し結果的に親戚の見解が正しかったことが証明される形となった。2006年11月にはイラクを管轄する 中央軍の司令官であるジョン・アビゼード大将が上院軍事委員会の公聴会でイラクを確保するためにもっと多くの兵力が必要と言った親戚は正しかったかとの上院議員の質問に対し親戚将軍は正しかったと応じるなど現場の将官からも親戚の見解が正しかったことを示す証言が次々となされるようになり今度はラムズフェルドが更迭されることとなった この一連の出来事について、バラク・オバマは、親戚氏は権力に対して、真実を述べることを、決して恐れてこなかったと評価している。2003年6月11日、任期満了により退役した。2006年12月8日、非営利団体合法ブローク教育センターは、親戚を全米合法担当に任命した。合法ブロークとは、 日系アメリカ人のみによって編成された独立部隊第100不評大隊のモットーである。教育センターは第442連隊戦闘団をはじめとする第二次世界大戦中に戦死した16,126名の日系アメリカ人についての歴史教育を主な活動目的としている。2008年12月7日、バラク・オバマ次期大統領はシカゴでの記者会見で 親戚を退役軍人長官に指名することを明らかにした。オバマ政権が発足した2009年1月20日に上院の全会一致の承認を受け、翌日に7代目アメリカ合衆国退役軍人長官に就任した。アジア系アメリカ人初の退役軍人長官、日系アメリカ人では2人目の閣僚となった。2013年11月、 CNN が2カ所の退役軍人病院を取材したとき、診療の遅れの問題があることが発覚した。その後の調査で2014年4月には、退役軍人病院で約40人の退役軍人が診察待ちの間に死亡した事案が発覚した。数ヶ月から1年以上放置されていた患者もおり、病院はこの診察の遅れが記録に残らないように裏名簿を作るなど、 書類を改ざんした疑いもある。オバマ大統領は事態の徹底解明を親戚退駅軍人長官に指示した。2014年5月16日には保健担当の次官が辞任した。5月28日には待ち時間を短く見せるための隠蔽工作が行われていたとする暫定報告が発表され、共和党だけでなく、 与党の民主党からも親戚の辞任を求める声が上がった。調査では不祥事が数箇所の医療機関にとどまらず、後半に及んでいたことが明らかになっており、5月30日には親戚は辞任し、オバマ大統領は親戚の軍人や退役軍人省長官としての職務を評価しつつ辞任を受け入れた。このような不祥事が起こったのは、 増大する退役軍人の医療費を抑制するため、診察待ち時間を減らした施設の幹部にボーナスを与えるようにしたところ、偽の待機者名簿を提出する病院が続出したことによる。この問題は、オバマ政権への打撃になると考えられている。ありがとうございます。